久保です。ケイです。吉田です。有木です。福原です。リュウです。ゆすりです。こんにちは、広島ブレンドです。今日は市販シャンプーとサロンシャンプーを比べてみて、どちらがいい商品なのかを比べてみました。題してホームケア対決。対決方法の説明をしたいと思います。まずはですね、ボタニスト1回戦ですね。で、王子はまずはこの半分をくっついてですね、シャンプー台で片方ずつやっていこうと思いますので、後でちょっとこちらの方もお見せしたいと思います。あ、そう、ボタニストいきます。一応ね、片方止まっております。泡立ちとかどうですか。泡立ちどうですか。たくさん出したのもあるのでいい方ですね。なんじゃそれ。このぐらいでいいでしょうか。はい、いいですね。しっかり流します。さあ、トリートメント、はい、こちらです。はい、トリートメントしてます。はい、といった具合に全部やっていきます。はい、はい、では早速いきたいと思います。第1回戦はこんなことでございます。やっていきますよ。分かる。さあ、一応こちらのラインナップですね、実はですね、放射調べですけども、上から順に人気順となっております。こちらも一応人気順となっております。この下馬評を見て勝負の行方をしっかりと皆さん予想してみてください。さあ、まずは第1回戦、こちらです。ボタニストさん、我らが王子は、さあどちらに軍配が上がるのか。さあ、まず1人目のジャッジです。お願いします。こっち。さあ、2人目のジャッジお願いします。こっちで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 。6人目のジャッジお願いいたします。こっちで。こっちです。1回戦勝者は王子和です。さあ、第2試合です。第2試合は、さ、人気の一神 VS ミルボン、グローバルミルボンです。さあ、こちらも人気な商品ですが、どちらに軍配が上がるでしょうか。2回戦スタートです。お願いします。こっち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 。うわー、難しいな。二回戦勝者は。まさかの一神。さあ、第3回戦です。老舗ブランドラックス、そしてサロンシャンプーはコタです。第3回戦も楽しみです。お願いします。3回戦勝者は
コウタです。おめでとうございます。さあ第4回戦 CM でおなじみ3点あそこまでサラサラになるのか。そして新商品 N、 こちらおしゃれな商品になっております。さあ4回戦スタートです。勝者は N です。新商品らしいです。第5回戦大女優が CM している椿と若者に大人気ジェミールの対決となっております。乞うご期待です。5回戦ジャッジお願いいたします。5回戦勝者はジェミールです。さあ最後の組み合わせ赤丸急上昇ひまわりシャンプートリートメントです。そして蜂蜜シャンプーです。香り抜群です。こちらは最終戦、さあどうなりますか。さあ最終戦です。お願いいたします。さあ最終戦勝者はハチミツシャンプーです。いいっすよ。いいよ、 N よりはいいっすよ。相手はどう、まあ、しまったらどうですか皆さん。負けはしましたけど、グローバルはサラサラですね。市販が一番良かったけど ね、ここ悩んだんですよね。悩みましたね、ここは。俺だけグローバルになったまあ、あくまで一回洗っただけですよ、ね、使い続けたらまた変わりますので、ね、確かに洗った時とか結構やっぱり洗浄力高いからか市販品の泡立ちはすごいいいのがあったんですけど、その分やっぱ匂いもグワッてこう嫌なぐらい強いなっていう印象はありましたね。なるほど。一時的な手触りがいいかな。手触りがすごい良くなるかもしれないけど、カラーリングだったりパーマとかに影響がある成分が入ってるっていうのは否めない。シリコン的な。ああ、まあ確かにね。でもやっぱ基本的にはサロンシャンプーが強いっていう認識で皆さんよろしいんでしょうかね、この雰囲気は。もちろんですね。そうですね。という結果になりました。Thank you.